国宝に指定されている三重の塔が歴史情緒を感じさせる法華山一乗寺。四季折々の花が咲き乱れ、この季節はマリーゴールドが美しい兵庫県立フラワーセンター。そして古き良き田園地帯を走るレトロな車両が可愛い北条鉄道の終着駅、北条町駅がある町、兵庫県加西市。今日はこの町のえーもん、朝どりトウモロコシの物語。しっかりとした大きな粒がぎっしり詰まっています。手掛けるのは吉吉畑の久世嗣義さん。もううちのトウモロコシはとにかくこう舌に絡みつくような濃厚な甘みと、このコーンのすごくこう鼻に抜けるいい香りを合わせ持った美味しいトウモロコシのことを言ってます。もうマックス美味しくしたトウモロコシをできるだけ畑で採れた瞬間の状態に近いところでお客さんに食べてもらおうっていうのが吉吉畑の朝採りトウモロコシです。朝6時、トウモロコシ畑の中に久世さんの姿がありました。朝はやっぱり鮮度がすごくいいです。一番みずみずしくて甘さも乗ってて、トウモロコシ自体の温度を低く保つというのもすごく大切なところで、早朝だと一番こうトウモロコシが冷えている状態で取れるので、それはすごくいいことなんだと思います。一日の収穫量は多い時で1000本ほど。あれ、久世さん、このトウモロコシは取らないんですか？よく見ていただくと、このシルエットがまっすぐでまだ若いっていうサインなんです。あと1日2日とかそういう世界なんですけど、あのピークを見極めながら収穫してます。種まきも3日おきに少しずつ種まきをしていて、で収穫期間の3週間にわたってずっと美味しいピークが来るように種まきを分けてます。採れたてのトウモロコシ、今日の出来は？うわ、綺麗。今日めっちゃいい感じです。今がピークの美味しさだと思うんで食べてみます。甘っ。採れた当日は生でも美味しく食べられるんで。7時、収穫したトウモロコシをトラックに乗せて作業場へ。出荷に向け大忙し。とにかく朝の開店までに間に合わせなきゃいけないので、早くお店に届けるっていうのがポイントになってくるかなと思います。袋詰めは妻志保さんもお手伝い。彼女はいつも袋詰めとか出荷の作業を担当してくれてるんですけど、もう一つ大切な仕事があって、彼女が作ってくれたこれリーフレットをトウモロコシに入れてます。実は志保さんの職業はイラストレーター。トウモロコシの美味しい食べ方と久世さん一家を可愛く描いたイラストが好評なんだとか。私はその農業はあんまり専門外なんですけど、加西市も含めて畑を知ってもらいたいなという思いがあって、畑のことまで見えたらなんか食事とかにももっと子どもたちに興味がいるかなと思って作っています。8時半、第1便が出荷されます。車で走ること3分、開店直後の食料品店に到着。おはようございます。畑で収穫してからわずか2時間でもうお店に並びました。まさに朝採りトウモロコシ。もうなぜすっごいね、
売れる量が。こんなも甘くて甘くて美味しくてで、もうここのでないとダメです言うてやもん。それでお客さんが冗談でな、どないして作ってんの言うたったらな、水道の水に砂糖入れてかけよっての違うか言うとも。まあお店と二人三脚で美味しい野菜があるだけではなかなかうまくいかなくて、やっぱお客さんをうまくさばいていただくお店があってうまくいっている。畑から近いお店で売ってもらう、これには深い意味があります。食べてくれる人のすぐそばで野菜を作って、ギリギリまでベストな状態まで畑で置いておいてすぐ届けられる。で、途中に運賃がかからないんで比較的お買い求めやすい値段でも届けられるし、この近いっていうのはすごく大切な要素だと思ってます。新鮮で美味しいものを低価格で食卓へ届ける、それが久世さんの思い。朝どりトウモロコシのおすすめの食べ方は、自分たちのトウモロコシまずは基本は茹でてそのままかじりつくっていうのがまずおすすめで、やっぱりプリってするんですよね。プリッときてジュワッてジュースがドーンって出る感じが茹でトウモロコシの美味しさです。他にも甘い香りが広がるトウモロコシご飯もおすすめなんだとか。よしよし畑っていう社名に込めてる思いがありまして、よしよし畑っていうのは自分たちの野菜で食べてくれる人をよしよし幸せにするような仕事をしようじゃないかっていう意味があります。美味しい野菜を作ったら OK なんじゃなくて、その食べてくれた人を幸せにするところまでやっていこう。トウモロコシってやっぱりすっごい美味しいんですよね。畑で美味しく作れたトウモロコシって、これでなんとか幸せにしようっていうことで思いがこもった商品になってます。兵庫県加西市の朝どりトウモロコシ、ええもんですよ。プチッと弾けて口の中でジューシーな甘さがジュワーッと広がりますよ。